インゴットルプ長最後のスウェーデン王、アドルフ・フレドリックの子で、グスタフ3世の弟。母は、プロイセン王女ロビーサ・ウルリカ。ウルリカパッシュによる、肖像が1758年。スウェーデン王、アドルフ・フレドリックと、プロイセン王女ロビーサ・ウルリカの次男として、1748年10月7日に、 ストックホルムで生まれた。カール、アニグスタフ3世と弟、フレドリック・アドルフ、アレクサンドル・ロスランが1771年、1772年、アニグスタフ3世のクーデターに協力した。1788年に、ロシア・スウェーデン戦争が勃発すると、スウェーデン海軍の提督として、指揮をとり、1788年6月17日の、 フーグランドの海戦と1789年7月26日のオーランドの海戦で先行を挙げた。1792年にグスタフ3世が暗殺されると、その息子であるグスタフ4世アドルフがスウェーデン王に即位した。この時までにセーデルマンランド公爵に乗されたカールは摂政を務めたが、実際に政権を握ったのはグスタフアドルフリーピューターホームだった。 1796年11月にグスタフ4世、アドルフが申請すると、カールは影響力を失った。ナポレオン戦争中の1809年3月13日に、グスタフ4世、アドルフが敗位されると、カールはまず殺傷に選出され、ついでカール13世として、スウェーデン王に即位したが、カールはこの時までに弱っており、1810年に、 ジャンバティスト・ジュール・ベルナドットがスウェーデンに上陸すると、カール13世に代わって、スウェーデンを統治した。同年、カールは軍事力回復のため、医学研究の重要性を痛感し、カロリンスカ研究所を設立した。1814年にスウェーデン・ノルウェーの連合が成立すると、カール13世は、ノルウェー王にも即位した。1818 18年2月5日に死去。 エルナドットが、カール14世ヨハンとして、スウェーデン王に即位した。王妃ヘイトビヒエリーザベトとの間に、息子、カールアドルフを設けたが、カールアドルフは1798年に溶接した。フリーメイソンだった。プロテスタントのフリーメイソンのみが除される、スウェーデンの騎士団、カール13世騎士団を創設した。ありがとうございます。